皆さんこんにちは。今日は2020年のベストコスメを紹介していきたいと思います。今回はリップ以外のものを紹介していきます。はい、今回もねかなり私の好きが詰まってますもうめちゃくちゃ好きなのでちょっと想像がつくんじゃないかなって思います。じゃあまずはこちらから紹介します。こちらです。エトボスのミネラルクラッシーシャドウ。もう本当にこれ大好きでめちゃくちゃ気に入ってます。で、今年発売されたこちらの2色をね持ってきたんですけど、もうこれが本当にお気に入りすぎてめちゃくちゃ使ってました。はい、こちらの2色です。モデラートピーチとヴィンテージグリッターです。もう両方ともね私の大好きなカラーなんですよ。ピーチ系のカラーとこのパープル系のカラーが入っていて、もう最高な配色ですね。こっちのモデラートピーチは今年の上半期のベストコスメにも選びました。もうそれぐらい大好きです。で、こっちのヴィンテージグリッターはもうミネラルコスメっぽくないですよね。キラキラのブラウンとキラキラのパープルが入ってるんですよ。で、すごく発色がよくって大人っぽくしてくれます。もうこの配色が噛みすぎちゃって私の好きがね詰まりすぎてます。発売される前からもうネットで見て絶対買うって決めてたアイシャドウです。で、最近でもねよく使ってるんですけど、こっちのブラウンの方が日常使いしやすいんですよ。で、いろんなねリップとかあのメイクに合わせやすいのでかなり使いやすいです。で、こっちのパープルはなんかもったいなくってあんまり使えてないんですけど、私好みな感じですね。キラキラだしパープルだしもう最高です。これ両方ともね、あの限定色だったんですけど、もう一回復活してほしいぐらい気に入ってます。かなり大好きです。これは想像ついたんじゃないかなと思いますそして次もね今年ゴリ押ししていたこちらです。エンジェルハートのストロボハイライター。はい、こちらはね全色なんですけど、もう全部すごくよくって本当に気に入ってます。日本のハイライターでこんなにねメタリックでツヤツヤにしてくれるハイライターって本当になかなかないから、手に取った時にすごく感動しました。海外コスメはツヤツヤにしてくれるものが多いと思うんですけど、本当にそういう感じでメタリックなツヤを出してくれます。これがね02番のコメットっていうカラーなんですけど、こんな感じです。すごくないですか。一塗りでこんな感じでツヤツヤにしてくれます。もうね本当に大好き。これプチプラの中で一番好きです。だけどこのハイライターがあの取り扱い店が少なすぎて、私が買ったところでももう見なくなったので、どこで買えるかがねちょっとわからないんですよねそう、それがねちょっと残念というか悲しい部分ではあるので、もうちょっと取り扱い店をね増やしてほしい。これは本当にお気に入りなので、もうぜひ使ってほしいです。これは海外系のねハイライターが好きな方にはすごくおすすめです。そして次はこちらです。エブロンのソーフィアスプリズマティックパレット。はい、こちらもかなり気に入ってます。これもまた配色がすごく好みなんですよ。全部でこの4色展開になってるんですけど、この4色中ね2色にグリーンが入ってるんですよ。結構珍しいですよね。王道系とグリーン系に分かれてます。で、グリーン系すごく好きで、ちょっと玉虫っぽい感じのカラーとかもすっごい好きなので、これもドンピシャでしたそう、めっちゃ綺麗なんですよねこれ。で、この間のねベストコスメのリップ編で使っていたアイシャドウもこちらです。このグリーン系のパレットをね使ったんですけど、こちらのベージュをメインに使ってこちらを際に入れてました。これもすっごい気に入ってる。少し濃いめのベージュのカラーがベースにあって、ラメがねすごくキラキラしてます。しっかり発色もするしキラキラしてくれるので、これ一色でもね存在感が出ますね。このシリーズすごい好きです。で、このレブロンの日本じゃないアカウントなんですけど、インスタグラムでこの間このパープルが出ていて、もうめちゃくちゃテンション上がりましたパープル系が入ったパレットが出ていたので、日本でも早く発売してほしいなと思ってめちゃめちゃワクワクしてます。もうそれ発売されたらねすぐ買うそして次はこちらです。トム様、これもね一目惚れしたんですよ。トム・フォードのアイカラークオードの27番メテオリック。はい、こちらもパープル系が入ったアイシャドウパレットになります。やっぱりこういうパープル系って本当に私大好きなので、発売される前に一目惚れしても絶対欲しいと思って頑張りました。限定色だったので。で、この上の2つがすごいラメがキラキラしていて、ここがマットでこちらが少しシマーな感じですね。これもめちゃくちゃ好きなんですよ。
すごい本当に綺麗。パープルのアイシャドウの中にシルバー系のねラメがたっぷり入ってるような感じです。ツヤがすごい。なんかね、さっきのエトボスのヴィンテージグリッターもパープル感強いんですけど、これとはねちょっと違って、こんな感じですね。エトモスの方がちょっとダークなパープルにシルバー系のラメが入ってるっていう感じですね。キラキラ感が強いのはトムフォードです。そう、比べてみるとね結構違うんですよね。なんかもったいなすぎて、限定なのでだからあんまり使えてないんですけど、やっぱねパープル系とキラキラ系は私をワクワクさせてくれるで、こっちのねゴールド系のラメの方は目頭とか下まぶたに入れるとすごい綺麗になるので、かなり気に入ってます。で、次もアイシャドウなんですけど、こちらクラビューのアーバンパールセーションスパークルアイシャドウのクリスタルゴールド、これもねめちゃくちゃ良かったし、結構ね出番が多いです。そう、すごい気に入ってますね。これはあのキラキラのアイシャドウでポイントとして入れるのにすごく使いやすいので、かなり気に入ってます。で、特にこのクリスタルゴールドを使うことが多いですね。下まぶたに入れることが多いんですけど、こんな感じですごいキラキラなんですよ。クラビューはこの時初めて買ってみたんですけど、すごく買ってよかったアイシャドウです。やっぱり最近はねマスクメイクなので、キラキラとかつけたくなるので、そういう時にもねすごくいいですね。ラメ系が好きな方にはすごくおすすめです。はい、で次はこちら、メイベリンのフィットミーリキッドファンデーション。はい、こちらはこの間も使ったんですけど、リニューアルされたフィットミーになります。これね本当によくって、薄付きだけどしっかりカバーもしてくれて、しっかりフィットするんですよ。パウダーも少なめでいいくらい結構サラサラになるので、すごく使いやすいです。で、崩れにくいのでマスクメイクにもね向いてます。なんか前のフィットミーも崩れにくくてすごい好きだったんですけど、なんかこっちの方がよりフィットするし、なんか乾燥しにくいような感じがしますね。だから今のこの時期とかでもすごく使いやすいです。で、この色がね私にはすっごい合うので、いつも使っちゃいますね122番がピンク系なんですけど、これがね本当私の肌にすっごい合うんですよ。これがなんかファンデーションの中で一番合うかなって思います。すっごくお気に入りです。はい、で次はこちらです。 MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュのポストモダニストピーチ。はい、これも本当に大好きでよく使ってましたね。もう模様もちょっと取れるぐらい使ってました。シャンパンベージュっぽいカラーにちょっとピーチっぽさも入ってるんですけど、これがねすごい私の肌に合うんですよ。肌がね綺麗に見えますね。はい、こんな感じでメタリックっぽい感じではないんですけど、すごく馴染みがよくって自然なツヤを出してくれるんですよね。でもラメも入ってるのでキラキラする感じはあります。これも限定色なのでもう一回このシリーズ出てほしいです。はい、で次はこちらです。チフレのマスカラです。こちらがボリュームタイプで、こちらがナチュラルロングタイプになります。もうこのマスカラはねかなり感動しました。マスカラベースなしでも下がりにくいんですよ、私のこの下がりやすいまつげでもプチプラでねこれはすごいなって思いました。で、特にボリュームタイプの方が意外と下がりにくかったですね。しっかり固まってくれる感じがあるので、見た目も綺麗にしてくれます。ブラシもね太すぎないのですごく塗りやすいです。で、見てわかると思うんですけど、結構ね液がたっぷりついてるんですよ。なので塗るときはティッシュオフをしてから塗った方が塗りやすいですね。落ちにくいしボリュームも出るのですごく気に入ってます。で、ロングタイプの方がキープ力は少し少ないかなとは思うんですけど、ベースを使えば落ちてこないので、こちらもねすごく気に入ってます。で、こちらの方がブラシが細めで密度も少し高いですね。で、これも液がたっぷりついてるのでティッシュオフをしてから塗った方がいいですね。そう、これはねめちゃくちゃ感動しました。下がりやすい方にもねすごくおすすめです。はい、そして最後はこちらです。フーダのアイシャドウパレットです。これね最近ハマってるアイシャドウパレットです。そう、私フーダのアイシャドウパレットってだいぶ前に買ってからずっと買ってなかったんですけど、これをインスタで見てからもう可愛いと思って一目惚れして買ったら、もうめちゃくちゃ発色も良くって、色展開もねすっごく可愛くて気に入ってます。パープルがこんな感じですね。ラメ系とマット系が入ってるんですけど、こう見えてもね意外と使いやすいカラーなんですよ、のせてみると。で、このアイシャドウパレットは今日使ってます。意外とどぎつくならないですよね。このカラーをまぶたにポンポンつけて、このラメを目頭から下まぶたにかけてつけたんですけど、すごい発色も良くてキラキラしてくれるのでかなり気に入ってます。もうパープル系が好きな私としてはもうドンピシャめちゃくちゃ好きです。
で、こっちのカーキもすごい可愛くってこんな感じです。これもね、あのマット系とラメ系が入ってるんですけど、結構日常使いしやすいカラーがたくさん入ってるので、こっちの方がね、あの普段使いはしやすいです。オレンジ系とかも入ってるので、これもどぎつくならないですね。すっごい可愛くって気に入ってます。で、こっちのゴールドはカルトビューティー限定のパレットなんですけど、もうキラキラなのですごい華やかにしてくれるんですよね。で、これもね、意外と日常使いしやすいです。で、パッケージがもうめちゃくちゃ可愛くって、これもね、即決めしましたなんかこの9色入りのパレットは結構ね、あの普段使いしやすいような感じなんですよ。日本人でも、海外のブランドなので、あのどぎついイメージとかギラギラみたいなイメージがあると思うんですけど、結構使いやすいんですよね。で、ラメもしっかり入ってるので、マスクメイクとかでもね、華やかにしてくれます。そう、これシリーズに今年すごいハマりました。はい、ということで2020年のベストコスメを紹介してみました。私がね、今年ハマったコスメたちだったので、あのいつも見てくださってる方は想像ついたんじゃないかなって思います。もう本当にお気に入りでよく使ってるコスメなので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。本当におすすめで、本当に今年はね、マスクメイクっていう感じだったと思うので、あのそういうのにもね、対応できるコスメだったのかなって思います。リップの時もマスクをする前提で選んだんですけど、このコスメたちもね、マスクメイクでも映えるし崩れにくいっていうコスメだったんじゃないかなと思います。もうすっごくお気に入りでおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。で、今日使ってるリップはこちらです。リアダリアの808番メーガン、はい、こちらを使ってます。今日はね、このニットとあのアイシャドウに合わせて青み系のカラーにしました。青みっぽいんだけど、ちょっとコーラルっぽさも入ってるようなカラーですね。顔色をね、明るくしてくれるのですごく気に入ってます。こちらもおすすめです。はい、ということで2020年のベストコスメを紹介してみました。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。